おはようございます。今週も人間をやります。今イタリアの空港にいるんですけど、これからギリシャのアテネに向かいます。今回乗る飛行機はエーゲ航空っていうギリシャの航空会社ですね。搭乗口間違えてた、 A3 っていうとこいたんですけど A72 でした。全然ちゃうやん。やっと A の72に到着した。てか空港でかすぎ。 A の乗り場だけで83番まであんねんけど。エーゲ航空これ LCC じゃないですね。入った瞬間お菓子くれました。だから航空券高かったんや。でもローマからアテネ一番安かったのがこれだったんですよね。アテネ空港に到着しました。バス乗り場に移動します。4番出口と5番出口の間にあるらしいからこの辺やろな。バスありましたね。 X95 っていうやつや。あった、あれや。チケットどこで買えんねんこれ。あった、これですね。近くにありました、チケット売り場。新タグマ広場前に着きました。宿に向かう途中でご飯食べます。ちょうどコンビニみたいなんがある。水買おうかな。お、しかも 0.5 ユーロでかいやつも1ユーロやし、スーパーじゃないのに安い。でっかいやつ買っていくか。ギリシャはスペインとイタリアに比べると物価はちょっと安そうですね。バスの値段もネットでは6ユーロって書いてたのに 5.5 ユーロに値下がっててびっくりしたわ。なんかバルセロナとベネチアとローマはもう数ヶ月前の情報ですらも当てにならんくて、ほぼ全部値上がりしてたのに。アテネは薬中とかがかなり多いみたいなんですけど、今んとこそういうやつ見てないですね。この辺は大丈夫なんかな。おお、こっからもうアクロポリス見えてるやん。この辺にバーガーショップがあるみたいなんですけど、ほんまに開いてるわ。ありましたね、開いてる店。ハロー、ハロー。全然食べるよ。早速猫発見。おーい、こっち向け。なんか狙ってんのかな。さっきそこをね、巨大な G が爆速で通過してめっちゃ焦った。まずグリークサラダ、ギリシャサラダですね。めっちゃでかいの来た。チーズでっけ。うん、クリームチーズですね。バカうまい。オリーブ種入ってんのかい。具材はキュウリ、ピーマン、パプリカ、トマト、玉ねぎ、チーズ、オリーブって感じですね。チーズがうまいわ。オリーブがなあんま美味しくないねんな。これめっちゃ量多いわ。サラダだけで十分かも。オリーブまずい。イタリアのやつはまだ食えてんけどな。癖強すぎ。なんとも言えん味やねんなオリーブって。おい、じゃあな。チーズが美味しいだけで他は全然美味しくなかったわ。生のピーマン苦い。人通りが少ない道怖いな。宿の近くなんですけど全く人いないですね。めっちゃ静か。また G がいるんですけど、日本で見たことないレベルのデカさやな。キモ。はい、今回の宿着きました。1泊3800円ぐらいでしたね。今ちょうどチェックインしてる人おるわ。ドアロック。メインエントランスこっちか。あ、また猫。ギリシャ猫いっぱいおりそうやな。お、めっちゃおるやん。3匹おる。ここに1匹ほんで。子猫ですね。逃げるな逃げるな。おいおいおい、大丈夫か大丈夫か。うわーうわすごい格好なってるけど大丈夫。チェックインしてきます。5000円以下の宿で唯一ここだけ南京虫が出るっていう口コミがなかったんでここにしました。1階のコワーキングスペースもやけど、ちょっとおしゃれな感じやから多分大丈夫やと思う。おはようございます。昨日は動画の編集したり宿で休憩してました。というわけで宿の紹介していきたいと思います。このシャワーヘッドがマジで終わってる。シャワーヘッドが壊れてて半分以上の水がこっから出てしまうっていう。
次は屋上行きます。僕が泊まってるとこ6階ですね。屋上がまた最高なんですよね。屋上は9階ですね。でここがバーになってるんですよ。バーの中はこんな感じ。ここはもうエアコンとかはないです。でこうやってね外に出ることができるんですけど、うわー見てくださいこの景色。アテネ市内を一望できます。最高やなほんまに。ここ向こうの方にパルテノン神殿も見えるんですよね。で端っこの席はこうやって椅子とテーブルもあって、こっから見るサンセット最高やろな。また見に行きます。アテネに来てからまだ1回も雲見てないです。これが地中海性気候の本気やな。で1階は作業スペースになってて、昨日はここで作業してました。今日はまずアテネで一番高い丘リカビトスの丘行きます。一番高いっていうことは景色がめっちゃいいっていうことですね。でアテネは日差しが強すぎるんで日傘さして歩きます。今日の最高気温はなんと35度で、ただいまの気温は32度です。日本やったらもう外出てられへん気温や。ただこうやって影に入ってるとそこまで暑くなくて、日本とは体感温度が全く違いますね。今日傘さして10分ぐらい歩いたかな。さすがに気温高いから汗はかくけど、言うても背中にちょっと汗かいたぐらいです。そんぐらい湿度が低いんですよね。日本の夏やったらもう日傘さしてても10分歩いただけでも全身から汗吹き出るじゃないですか。その蒸し暑さがないんで体もベタベタせえへんのが最高ですね。っていうこともあってテラス席も多いし座ってる人も多いですね。この辺は道路も街もかなり綺麗ですね。僕が泊まってるところらへんかなり汚くて、なんか東南アジアのどっかの街歩いてんのかなみたいな感覚になるぐらいなんですよ。あと僕が泊まってるところらへん、インドとかパキスタン系の人がやたら多いんですけど、この辺では全然見かけないですね。今景色丘に行くために坂登ってるんですけど、ここの坂かなりきついです。これまたすごい坂やな。こっちみたいです。階段が見えてきた。ここ登んのか。階段登ってさらに階段。もう途中からは階段でもなくてもう石と土ですね。すでにもうめっちゃ景色いいです。僕ギリシャついでに来た感じなんですけど、もしかしたらめっちゃ好きかもしれん。アテネって正直パルテノン神殿ぐらいしか観光するとこないと思うんですけど、僕的には逆にそれがいいですね。だって興味ない遺跡とか行って何の感情も抱かへんぐらいやったら、こういうね景色いいところ行ってすげえってなる方がやっぱ僕には合ってるなって思うんですよね。また階段や。でももうそろそろ頂上かな。アテネは景色いい丘が結構あるから、ほんで快晴でしょ。もう毎日サンセット見放題やん。最高すぎるって。お、なんか見たことない鳥や。ついに頂上が見えてきました。やっばめっちゃ景色。これ僕が来た方向とは逆の方向やと思います。この岩がゴツゴツしたところを歩いてます。下はゴツゴツしてないんですけどね。最後の階段には花が咲いてますね。頂上にレストランあるみたいですね。あ、でも通り抜けできんねや。来た来た来た。これがほんまに最後の階段や。来たー、やばすぎる。めちゃくちゃ綺麗や。標高273メートルの絶景です。海も見えます。空がどこまでも青いな。で後ろには建物があって、ギリシャといえばやっぱりこの白い建物に青い空じゃないですか。アテネにはないけど、こっからもパルテノン神殿が見えます。パルテノン神殿を見下ろしてる。何よりこの人の少なさですよね。もうバルセロナもベネチアもローマもめちゃくちゃ人多かったんで、飲み物売ってんの今気づきました。買おうかな。あーうんめ。すげえ、木の穴にめっちゃ飲み物フィットしてる。帽子かぶってきたミスやったな。帽子かぶったら蒸れてデコにめっちゃ汗かいた。なぜかここに来てカメラのケースなくしましたね。意味がわからん。どうやってここでなくすん。360度見渡せてこんだけ景色がいいのに無料なんて、ここは最高ですね。こんだけ長い時間ここにおんの僕だけやわ。
頂上にトイレありました。ギリシャはトイレ無料っぽいな。結局カメラケース見つからなかったんですけど、降りるか。ほんまにどこ行ったんやろ。今気温34度なんですけど、そこまで暑ないな。ここが標高高いっていうのもあるんやろうけど、セミみたいなんがめっちゃ鳴いてんねんけど、セミなんかな。探そう。どこにおる。どこ。目の前におるはずやのに。オレンジジュース 0.9、 これ飲んでみようかな。水買いたいけど、水スーパーへとめっちゃ安いからな。でもここでも十分安いわ。 0.3。 オレンジがいっぱい並んでて、地中海はオレンジもいっぱい取れんのかな。オレンジジュース 300ml、 もちろん果汁 100%。 うん、うまっ。まあ、普通にうまいオレンジジュースですね。メトロの入り口ありました。ただ行きたいと思ってるとこ、どこも駅から遠くて歩きとほとんど変わんないんですよね。コンビニなんか分からんけど、コンビニっぽいやつは基本こういう店構えなんかな。このサイズのオリーブオイル売ってんのマジで神。初めて見た。ちょっと顔3本ぐらい買ったろ。土産にもいいサイズ感ですね。オリーブオイル基本的に1リットルでしか売ってなくて、こんな量いらんし、しかも機内持ち込みできるか分からんし。 Google 翻訳で見るとこれ塩みたいなんですけど、量多すぎんねんな。値段は 0.35 でめっちゃ安いけど。今の店なぜかバルサミコ酢売ってなかったんで、違うスーパー行きます。てかなんかここ人多いな。看板は違うけど、さっきのスーパーと同じ名前かも。さっきんとこより広くて品揃えもいいですね。これピンクソルトやな。ちょっと値段上がるけど、このボトルタイプの塩にしよう。まあ、それでも 1.19。 ほんでバルサミコ酢はでかいんですけど 1.85、 安いですね。ほんでルッコラはスーパーのどこにでも売ってるんで、これで毎日山盛りルッコラ食えます。観光客とか全然おらんやんって思ってたけど、多分この辺におるんかな。この建物の写真撮ってる人数人いたんで、やっぱりこの辺観光客向けなんかなと思います。表側来たら入り口もあったんで、中入れるみたいですね。観光客向けっていうより、この辺に H&M とか店あったりするんで、この辺が中心部なんやろな。この中心部からもパルテノン神殿見えるやん。すげえ。ここにはそんなに大きくはないんですけど、広場があってかなりにぎわってますね。この道最初に夜中に通ったな。さっきの広場も前通ってたけど全然気づかんかった。宿に戻ってきました。水うまいか。山盛りルッコラ食べたいと思います。あと近くのスーパーでこのヨーグルト買ってきました。見てこれ、すごい量。日本に売ってるルッコラより3倍ぐらい多いやろ。まずは塩ですね。バルサミコ酢、これ少量でいいっていうのが分かった。こんなもん。オリーブオイルも少量。オリーブオイルはバルサミコ酢よりちょっと多いかな。マジでね、うますぎ。まあ、味は日本で買えるやつと一緒ですけど、そもそもルッコラ自体がうますぎるんですよね。いや、このオリーブオイルほんま助かるわ。スペインもイタリアも1リットルでしか売ってなくて、ほんまにさっきの店にしかなかった、これ。しかもちゃんとエキストラバージンオイル。 Google 翻訳で今これ読んでみたら、洗う必要がありますって書いてた。やってもうた。次ヨーグルト。ちなみにスプーンは昨日 0.5 ユール買いました。あ、うま。あのオイコスのイチゴですね。昨日実はヨーグルト食べたんですけど、味なくて全然美味しくなかったんですよね。ちゃんと Google 翻訳使ってみなあかんわ。昨日 Google 翻訳入れてなくて、でディープエルやとギリシャ語翻訳できないんですよ。だからちょっとここでは Google 翻訳メインでいくわ。もう帽子脱ぎたかったんで、シャワー浴びてすっきりしました。子猫が3匹います。これからフィロパポスの丘っていうところにサンセット見に行こうと思うんですけど、その前に晩ご飯食べに行きます。火も傾いてくるとだいぶ涼しくなりますね。今気温33度なんですけど、ほんまに33度もあんのかっていうぐらい。大阪寿司。まさかここで大阪っていう文字見ると思わんかったわ。漢字でしっかりと大阪って書かれてますね。ギリシャ料理のスブラキ食べに来ました。ここは完全に外の席だけみたいですね。ビール頼んじゃいましたね。グラスキンキンに冷えてる。来ました、ポークスブラキ。結構でかいです。
昨日もね、実はチキンスブラキを違うところで食べたんですけど、めちゃくちゃでかくて、であとポテトも頼んじゃったから、そしたらポテトもクソ多かったんで、昨日はね食べ過ぎましたね。もうこんだけでも全然いけると思う。昨日のとこのよりうまいかも。具材は基本どこも同じ感じで、フライドポテト、トマト、玉ねぎ、肉、あとヨーグルトソースですね。でもここのスブラキ多分うまいと思う。 Google マップのコメント数は150件ぐらいしかないんですけど、結構新しい店なんですよね。だから Google マップのレビューの数ってあんま当てにならないんですよ。昨日行ったとこ2000件超えてるけど、ここの方がうまいもん。てかこのギリシャのビールのデザインいいな。これ太陽やろ。なんかもらったんで飲んでみます。これ酒かな。これ絶対死ぬほどきついやつやん。ちょっと甘いですね。でもこれサンセットまではまだちょっと時間早いけど、向かうか。てか風気持ちいい。猫がいっぱいいます。うまいか。めっちゃ寝てるやん。爆睡かましてます。いやこの道も綺麗でいいですね。こっからもパルテノン神殿見えるわ。もはや行かんくても満足できるんじゃないかっていうぐらい見れますね。今ここ登ってる人はもう全員サンセット目当てやろな。座ってる人いっぱいおんな。ここサンセットとは逆の方やけど。あー、こっから夕焼けに染まるパルテノン神殿が見えんのか。でも僕はまだ上に登っていきます。頂上からの景色も最高です。太陽はここに落ちるみたいですね。ここも360度見渡せる場所ですね。最高やんけ。端っこの方は柵とかなくて崖になってます。このフィロパポスの丘は標高147メートルで、昼に行ったリカビトスの丘よりも低いんですけど、サンセットはこっちの方がいいみたいです。まあでも高さ的にはもう十分ですよ。人がどんどん増えてくるぞ。いやー最高のサンセットでしたね。まだちょいちょい人がいるんで、多分夜景待ちかな。だんだん夜景に変わりつつあります。最高すぎる時間や。もう完全に夜景になりましたね。もう真っ暗なんでそろそろ降ります。降りてきました。で夜景はこのすぐ近くにあるアレオパゴスっていうところも綺麗みたいなんで行ってみます。階段が2つありましたね。これどっちからでも行けるのかな。ここなんかロープかけられてるわ。ちょっと暗すぎて見えないと思うんですけど、ここ完全に岩になってて、岩登らないといけないです。光り輝くアクロポリスがめっちゃ綺麗です。夜景は確かにこっちの方がいいわ。街まで遠すぎひんくてよく見えます。ちょっと暗すぎて分かるか分かんないんですけど、人もめっちゃ多いです。いやー綺麗ですね。素晴らしい。アテネめっちゃ猫多いわ。向こうにももう一匹いました。軽くご飯食べて帰ろうかな。てかすげえ人。どこもかしこも音楽がうるせえ。静かなところでご飯食べたい。比較的静かなところに入りました。チキンスブラキです。プレートのやつ頼んだらすごい量来たわ。スブラキっていうのはこれのことですね。焼き鳥です。この生地みたいなやつも別でついてます。このソースがクソうまいわ。なんかタルタルソースに似てる。いやーソースがうますぎて余裕で全部食えたわ。おはようございます。今日は今からパルテノン神殿行きます。まだ全然暑くないですね。今日も圧倒的に雲一つない快晴、最高です。昨日ここ降りて帰ってきてんけど、酒屋から登るのめっちゃ大変や。日傘差してても日光クソ暑い。もはや差してる意味あんのか分からへん。ここはチケット売り場なんですけど、僕はチケット買ってるんで並ばなくていいです。結構並んでますね。入り口が小さいから入るのにも結構並びますね。入ってきました、パルテノン神殿。昨日サンセット見に行ったのが多分あの丘かな。
頂上にあるあの石碑が目印や。これがパルテノン神殿です。人多すぎ。こっからも眺めが素晴らしいです。さらにあとちょっとだけ登っていくみたいですね。さっきの入り口のとこのやつじゃなくて、これがパルテノン神殿でした。でけー。暑いんで日陰に入って休憩してます。風がめっちゃ涼しい。快晴のパルテノン神殿の写真を撮るために日陰で待ってたんですけど、むしろ雲がめちゃくちゃ増えてしまったっていう。喉の渇きが限界になるまで待とうかと思ったけど、水あったわ。もう雲は消滅しなさそうなんで、この槍の柱を去ります。さあ、そしたらスーパーにルッコラ買いに行くか。ここのスーパーはちょっとだけルッコラ高いですね。 1.25。 こういう弁当売ってますね。あとはヨーグルト買いたいんですけど、なんとこれ全面ヨーグルトです。種類多すぎやって。なんかヨーグルトじゃないデザートみたいなやつもありますね。まあでも9割ヨーグルトか。これ多分オイコスみたいなやつだろうな。ハイピー。嘘やろ、水売り切れてるって。 500ml しか売ってない。これオレンジジュースどうやって絞って飲めるんやろ。めっちゃオレンジのいい匂いがするんですよ、この辺。エコバッグ持ってくるの忘れてレジ袋買う羽目になりました。でもなんか質感が日本のやつと全然違うくて、ちょっと気持ちいいですね。オレンジジュース売ってるとこ全然ないな。さあ、そしたらルッコラを洗います。水切られへんからな。正直洗わんでも全然食えるけどな。ヨーグルト昨日のやつより今日のやつの方がめっちゃオイコスっぽいわ。この粘り気、オイコスと全く一緒。僕オイコスはイチゴが一番好きなんですよね。最高の昼寝しました。水が乳化してました。このオレンジジュース買ってみるか。もう開けた瞬間オレンジの匂いがめっちゃいい。うまっ。いや、アテネ来たらね、もう毎日オレンジジュース飲んだ方がいいわ。多分このボトルのやつは店で絞ってるやつやと思う。なんかこれだけラベルとかないし、で絞り機の横に置いてたんですよ。てか氷ない方が味薄くならんからうまいわ。宿の屋上来たんですけど、日傾いてきたら屋根の天井開くみたいですね。めっちゃ涼しいもんな。太陽に沈むのはここなんですけど、雲に隠れちゃってますね。でも雲の隙間から差し込む光が神々しすぎんねんけど、これはこれでめっちゃ綺麗ですね。今日は宿の近くに良さそうな感じのレストラン見つけたんで、そこ行きたいと思います。でもまだ全然お腹空いてない。まあ、それだけ血糖値が安定してるっていうことなんで、僕的にはかなりいいことなんですけど、で食べたことないもん食べてみたいんでギリシャ料理調べたんですけど、なんかこれ食べようかなっていうのが5種類ぐらいありました。ただ一皿がめっちゃ量多いから一人やと食べれても1種類か2種類なんですよね。正直こういうとこ座って涼しい風浴びながらぼーっとしてるだけで最高ですよ。宿の近くのこちらカラマンディリカっていう店行ってみたいと思います。予約で結構席埋まってたんですけど入れました。何も言ってないんですけど水とハムが運ばれてきましたね。英語のメニューって基本どこでもあるけど、具材の名前とかしか書いてないからどんなんか全然わかんないんですよね。だからもう写真見せた方が早いですね。とりあえず写真見せて2品注文しました。ハムの中にチーズが入ってましたね。うまい。今日もギリシャのビール注文しました。なんだかんだ毎日飲んでる気がするな。はい、早速来ましたね。これがタラモサラダっていう魚の卵を使った料理と、こっちがドルマっていう料理ですね。ちまきみたいなやつ。これそのまま食うやつちゃうな。多分パンとかつけるやつちゃう。いや、めっちゃうまいねんけど、なんかちょっとシーチキンみたいな味する。シーチキンマヨネーズがめっちゃ近いな。ちょっとパン注文してみます。まあまあうまいって感じ。これちょっと切ったんですけど、中はこんな感じで米が入ってますね。なんか味はね、表現するのがめっちゃ難しい。まあ普通です。でこのソースはこれヨーグルトでしたね。パンもらいました。思ったよりでかくないからよかったわ。パンめっちゃ硬いな。いや、フォークでも刺せへんぐらい硬いねんけど。刺さらへん、硬すぎて。あ、刺さった。うわー、これ切れへんってマジで。買ってどうなってんねんこのパン。硬い硬い硬い。
ちょっと待って、マジでこれ硬すぎて切れへん。なんとかちぎれましたね。じゃあこれをディップして食べます。なんかシーチキンのサンドイッチ食べてるみたいな感じで、これシーチキンマヨじゃなくて明太子の方が近いな。ちょっとパンがね、ほんまに歯折れるんちゃうかっていうぐらい硬いわ。顎がめっちゃしんどい。苦しいな、量が多すぎる。この牛肉とポテトのやつ食べたかったのに食われへんな。先にこれ頼むべきやったかもしれん。パンはなんとか食べきりました。このタラモサラタはもう無理や。これ多分4人ぐらいで食うやつやと思う。デザートみたいなのが出てきました。これヨーグルトですね。うん、ヨーグルトバカうまい。何これ。これは絶対砂糖入ってるわ。これなんやろ。甘い人参みたいな。おはようございます。今日の天気曇りってなってるんですけど、クソほど晴れてるやんけ。どこが曇りやねん。今日は動画編集するんで、ご飯食べに行く以外は引きこもります。オレンジジュース買いに行きます。オレンジジュース買える店、基本的に6時には閉まりますね。ここですね。オレンジジュース3ユーロするみたいです。味ちゃうんかな。多分一緒やと思うけどな。来ました、オレンジジュース。あー、全く一緒ですね。じゃあ氷も入ってないスーパーのやつが一番いいわ。オレンジのヨーグルトです。これはあんま粘り気ないな。かなりクリーミーね。これあんま、いやこれはあんま美味しくないです。さあ作業するか。そして隣で猫が寝てます。もしかしたら僕猫アレルギーかもしれないです。今目が猛烈に痒くて両目めっちゃ充血してるんですよ。でくしゃみも出るし、まあ、隣にね猫がいるわけなんですけど、昨日もね一時的に猛烈に目が痒い時あって、でもそれはすぐ治ったんですよ。多分猫の近くにおらんかったから。うわ、これ絶対猫アレルギーや。めっちゃくちゃ痒い目が。部屋に戻ってきたら目の充血以外は速攻で収まりましたね。ただ左目の眼球がちょっと膨らんでて見え方もちょっとおかしいし、いや猫アレルギーやばいですねこれ。動画編集してました。宿の屋上でサンセット見てからご飯食べに行きます。なんか小さい鳥がめっちゃ飛んでるわ。風涼しい。ちょい寒いぐらいや。あっという間に太陽沈みましたね。今日はシーフード食べに行きたいと思います。ここですね。席もめっちゃ埋まってるわ。席はこんな感じで外にあるんですけど、もうほぼ全部埋まってますね。とりあえずここに並ぶように言われたんで並んでます。並ぶぐらい人気ってことですね。座れました。でメニューはもうこれ1枚しかないみたいです。シンプルでいいですね。で裏側に飲み物とか。ようやくビールが届きました。ここ混み合ってるから結構料理届くの遅いかもしれんと思ったら、シーフードパスタ届きました。こんなん絶対うまいやん。いやこれ神レベルにうまいですね。魚介だしめっちゃ効いてるわ。あとニンニクかな。貝の身もいっぱい入ってます。イカもうまかったな。イカの唐揚げもようやく届きました。こっちの方が先に来てほしかった。このね、もう地中海はやっぱりレモンもいっぱい取れるんでね、レモンもでっかいんですよ。なんか思ってた食感と全然ちゃうわ。日本で食べるやつと全然ちゃう。びっくりするぐらい柔らかい。ん？イカの食感やと思えへん。めっちゃふわふわなんですよ。日本で食べてきたイカとは全く違うわ。この弾力わかるかな。これめっちゃ柔らかいんですよ。今さらに列増えてて20人ぐらい並んでますね。いやうまかった。腹いっぱいや。今の店やね、並ぶのも納得やわ。ベネチアで食べたイカスミパスタレベルにうまかった。夜の神々しいパルテノン神殿です。アジア人一人もいないですからね。おはようございます。家族ですやすや寝てます。今からコインランドリーに洗濯しに行きます。今日なんかめっちゃ風強いんやけど。うわ、もう今日も文句なしの雲一つない快晴ですよ。こちらのコインランドリーです。値段は洗濯が4ユーロ、乾燥2ユーロからで、洗剤は 0.5 ユーロで購入できます。ここはカード使えへんくて現金だけですね。小銭がないから両替します。洗濯してる間にオレンジジュース買いに行きます。
今日日曜日でスーパー休みなんで宿の近くの店来ました。最初にオレンジジュース買った店と同じ店ですね。チェーン店やったんや。最初行った時は全然見てなかったんですけど、コーヒーとかもあるみたいですね。もうすでにオレンジは切ってるみたいですね。めっちゃ順番に絞っていってます。で昨日のとこはね、もう完全に観光客向けでしたね。まあ、場所もそうやし、でしかも氷多いからめっちゃ量少なかった。洗濯終わったんで乾燥かけます。12分2ユーロですね。でこの T シャツとエコバッグに関しては外で乾かします。これで数分で乾きます。で帽子とエコバッグはここに吊るしてます。今日は風も強いからより早く乾きそうやな。やっぱ夏の地中海性気候って基本的に毎日快晴で、しかも湿度も低いから洗濯物がほんまにすぐ乾くんですよね。アイスブレーカーのメリノウールの T シャツはもう乾いてるんですけど、乾燥機かけたこの 10YC の綿 100% の T シャツはまだ乾ききってはないですね。まあ、これはでももう宿で干して乾かすわ。今日360度どこにも雲ないんで、パルテノン神殿もう一回行こうかな。近くで快晴のパルテノン神殿が見たい。かっこ写真撮りたいだけ。それにしても地中海性気候ほんまにすごいな。360度どこにも雲ないですからね。日本やったらこんなんなかなか見れへんからな。しかもあの山の上にも雲ないし、最高に天気いいんでもう一回パルテノン神殿行きます。なぜか楽天の海外ローミング繋がらんくて SMS 受け取れないんで、クレジットカード決済ができないんですよね。まあ、やから現地でチケット買います。午前中のチケットは数日前からすでに売り切れてたんですけど、昼以降のチケットは当日でも全然買えそうですね。空いてたんで。今一番暑い時間やからあんまり並んでないですね。はい、チケットゲットしました。時間指定とかは特になかったですね。しかもネットで買うよりも値段が安くて20ユーロでした。最初から天気見て当日券で入ればよかった。やっぱり昼以降ね、こんな感じで人あんまいないです。いやー、ほんまに最高の空ですね。もうほんまにどこまでも淀みがない。また来ましたよ、入り口。やっぱりこの前より明らかに人少ないな。写真撮ってたんでまだ入ってないです。もうこの天気やと写真撮影が楽しすぎんねんな。さあ来たぞ、パルテノン神殿。2回目のパルテノン神殿や。うわー、風気持ちいい。実はここ、このパルテノン神殿以外にもこの向かい側に遺跡あるんですよね。あー、水ガブ飲みして最高に元気。今日なんかほんまに異常なほど風強いから、影入ってたら体感温度25度ぐらいやな。今全く汗かいてないもん。さすがに登ってる時はね、暑かったんで汗かいたけど。てかここにあるギリシャの国旗めっちゃでかいです。ギリシャの国旗の色いいですよね、青と白。やっぱりギリシャといえばこの圧倒的な青い空に、あのサントリーニ島とかにある白い建物だと思うんですよ。もう完全にそれを表してますよね。はい、今日ほんまに風が強すぎて日光に当たり続けてても汗出えへん。この圧倒的青い空にこの青い海もめっちゃ綺麗ですね。向こうの島も見えます。今日はサングラス持ってるっていうのを忘れてました。でも天気良すぎてサングラスかけても明るいです。パルテノン神殿の裏側にギリシャ語と英語で解説ありましたね。まあ、英語を分かる方はこれ読めばいいんじゃないのかなと思います。まだパルテノン神殿にいるっていうこの景色ね、ずっと見とけます。ちなみにパルテノン神殿は今改修中なんかな。やからこういう鉄の柵みたいなのがあります。ここ空が一部やばいことになってるんですけど、これね雲じゃなくて煙やと思います。多分山火事起こってますね。煙はあそこから発生してますね。さっきなんか山の上に黒いのがあるなと思ってたんですけど、気づいたら風に流されてこんなになってますね。まあもう僕はパルテノン神殿十分満喫したんで、そろそろ降りたいと思います。今日は早く寝たいからもう晩ご飯食べに行こうかな。今ご当地 T シャツをチェックしてます。今んとこ一番いいなって思ったのがこれですね。三平方の定理の T シャツ、ピタゴラスの定理か。てかピタゴラスギリシャの人なんや。そんなん全然意識したことなかったな。てか数学とか物理ってめっちゃギリシャ文字出てくるんですよ。このアルファ、ベータ、ガンマとか、この円周率のパイとかも。これソクラテスかな。やっぱりギリシャといえば哲学者のソクラテスなんで、ソクラテスかな。2日前の夜に行ったこの店もう一回行きたかったんですけど、日曜日なんで休みなんですよね。ここで食べ損ねたあの牛肉とポテトのやつ、あれ食べたかったのに。
最後はこの店で晩ご飯食べたいと思います。アテネ最後はスブラキ食べたいと思うんですけど、ソースがねヨーグルト&トマトソースがあったりとか、ヨーグルト&ハニーとかあったりするんですよね。でスブラキはねこのプレートタイプの方が絶対うまいと思う。このソースがねもうとにかくうまかった。もうヨーロッパ来てから一番うまかったんじゃないかレベルでうまかった、まあ、ギリシャの中では間違いなく一番やな。であのソースはヨーグルトソースなんですけど、このサジキっていうやつみたいです。単品でも頼めますね。 4.5 ユーロ。ホームメイドスブラキ、多分これが一番ベーシックなやつで、これが多分さじきついてくるんやと思う。今日もビール頼みました。グラスが冷えてる。というわけでお疲れっす。料理来ました。これ何か分かんないんですけど、 Google マップの写真見てうまそうやったんで頼んでみました。揚げ物なんてねうまいに決まってるんですよ。クソうまい。揚げ物なんですけど、食感はめっちゃ柔らかくて豆腐ハンバーグ食べてるみたいな食感で、中はトマトが入ってますね。こんな感じ。もうかなり柔らかすぎてちょっとフォークで刺すの難しいぐらい。何入ってるかはちょっとトマト以外はあんま分かんないですね。ソースは多分ヨーグルトかな。でもヨーグルトに一味っておかしない？どんな組み合わせやねん。一味じゃないかこれ。めっちゃうまいな。そしてスブラキ来ました。この前食べたとこのやつより 1.5 倍ぐらい量多い気がする。すごい量来たな。てかヨーグルトソースなくないか。じゃあもうこれサジキ注文するか。単品来ました。サジキ単品で頼んだからめっちゃ量多いですね。たっぷりつけて食べれます。こんな味やったっけ。もっとうまかった気がする。いや絶対もっと味濃かったな。あの味なんなんやろ。ヨーグルトだけじゃなくて細く刻まれたキュウリ入ってるんですよね。量多すぎて苦しい。なんとかここまでは食べたんですけど、もう無理。これ以上食べたら吐く。はい、宿に戻ってきました。これでアテネは終わりです。いやアテネめちゃくちゃ楽しかったですね。観光客もそんな多くないし、景色いいとこも多いし、まあ、何より天気ですよね。まあ、僕が1回目パルテノン神殿行った時はちょっとだけ曇ったんですけど、まあ、言うてもあれ一般的には全然曇りじゃなくてめちゃくちゃ晴れなんで、ただ僕は夏の地中海ではもう雲一つない快晴以外もう晴れって認めてないんですよ。だって今日みたいな天気が当たり前やから。まあでもその時以外はほんまに天気良かったですね。なんであのタイミングだけ雲出んねんっていう。で僕アテネは実は6泊してて、でも観光はもう全然1日で足りると思います。でアテネは最高気温が35度とかあるんですけど、もうほんまに日本の気候とはもう全く違うから、もう35度あるとはほんまに思えないですね。まあ、ギリシャはサントリーニ島もあって、あの新婚旅行でサントリーニ島行く人とかも結構いると思うんですけど、まあそのついでにね、まあ、アテネ行く人とかもいると思うんですよ。まあやけど気温の心配はもう全然しなくていいと思います。もう日が傾いてからとかめっちゃ涼しいし、6時以降とか、まあ、日暮れんのはもう9時ぐらいなんですけど、アテネはそんな感じですかね。まあ、とりあえず天気良くてもう毎日めちゃくちゃ気持ちよかったです。で僕明日はサントリーニ島にサンセット見に1泊だけします。めちゃくちゃ楽しみ、サントリーニ島。まあそういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。